今日は4番 DH 永田、5番レフト稲葉。稲葉がレフトに行きました。その立ち上がり秋山、いきなりこのボールが飛んでいきました。レフトのファールフライなんですが、稲葉は落球ファウルです。まあでもこれがファウルになりましたんで、秋山はこのフォークボールセンターフライ、まあ、これでほっとしましたもん ね。これね、本当草貫が稲葉を助けましたね。ですね。そして鬼崎のレフトフライ、これはもう最後余裕を持って稲葉も取りました。もうこの対応力がね、はい、すごいですよね。一方ライオンズの先発は戸亀です。2回の裏中田、この一撃っていうのは戸亀に対する大きなショックを与えましたよね。今日絶対に甘いところに投げられないなという、はいはい、その思いでいっぱいにさせました ね。さらに3回にはランナーを2塁に置いて陽大館、初球何も考えずに打ったという当たり、レフトへのタイムリーヒットです。中島帰りました。天才ですね。あ、まあ、そうですよね。その後の、ね、この走塁が良かったですよ、はいはい、生還を助けました。さあ4回の表です。ランナー1人出たんですが、草貫このプレーよく見えています。浅村をピッチャーゴロに打ち取ります。もう吸い込まれるように入りましたもんね。グローブちゃんってことですね、はい、ですね。4回の裏には2塁3塁、稲葉のこの当たりがこれタイムリーヒットになった。これも良かったですね、はい、そうですね。3点目、これあの稲葉のスイングがね、外野手の判断を鈍らせましたね、はい、で小屋野の併殺の間にもう1点を追加しています。さあ草貫、5回に大崎にギリギリでしたけど第1号のホームランを打たれました。これで1点を失います。4対1。これちょっとあの勢い分かんなくなりかけたんですけどね。そうなんですよ。この時までまだ分かりませんでしたよ。しかし6回、長江フォークボールで空振りの三振、まあ、このあたり本当にもうバシバシ落ちてたっていうね。本当ですね。ところですけどね、あの草貫があまりあのバカバカ落ちたとかね、冗談っぽい言葉は、はい、あの言うの珍しい、ね、珍しいですけどね。さあそしてこの場面、大谷が6回の裏にプロ初盗塁を決めます。これマークはされてないとはいえね、はいはい、あのスタート良かったですから。ですもんね。しかもその後鶴岡が腰を引きながらでしたけどタイムリーヒットを打って、これが大きい、ね、大谷を迎え入れました。その後満塁になって大引きが右中間に真ん中を破りました。走者一掃のタイムリースリーベース、これでも勝負あったという感じですもんね。そうですね。さらにアブレイユもダメのダメのダメを押しました。タイムリーで9点目。で8回の草貫のピッチングです。代打金子をセカンドゴロに打ち取ったシーンです。でここで栗山監督が草貫と話をしたんですけど、わがままを言って、続投させてもらったって言ってましたけど ね。言った通りでしたよね、はい、あの自分としては栗山監督はね、違うピッチャー投げさせたかったんですよね。最後栗山をダブルプレーに打ち取りまして9対1、完投勝利、それも無四球で飾ったという草貫です。